いらっしゃいませ、川村美香です。今日はゲストの方に来てもらってるんじゃない、私が福岡にやってきました。 YouTube で現代のもののけ姫まこというチャンネルをやっております、渋谷まこです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こういうね、後悔してきて帰っていて、事故で歩けなくなって、はい、まあ、3年くらいですか。で、今年の夏で丸4年になります。あ、丸4、私と一緒ですか、2018年なんで。あ、そうですね。もう私4月で、あ、7月です。そうですよね、そう、一緒第2の人生、そうそう、始まったのが同じ。皆さんぜひこちらを、ね、読んでいただくとすっごい面白いので、いろんな〇の話だったりの話だったり、そう、あの、私今回この、ま、車椅子での話を聞こうかな、どうしようかなと思ったんですけど、渋谷さんの YouTube でとても詳しくお話をされているので、ぜひぜひ概要欄に渋谷さんの YouTube を貼っておきますので、そちらを見てください。ということで、私は何を話したいかっていうと、はい、女子会女子会をしたくって、 YouTube とかだと車椅子に関してだったりとか、自分の体に関してとかのことをたくさん話すじゃないですか、はい、最近楽しいこと、楽しいこと、うん、なるほど、はい、とか聞きたいなと思って、まあ、でも私のそのモットーというか、なんか人生こう歩んでる中で、やっぱ一日一日はハッピーにっていうタイトルをつけて、まあその本もそうなんですけど、本当にそれ別に本でつけたわけじゃなくて、私がこうずっとそうやって言ってることで、一日楽しく過ごしたいねっていうふうにこう努力っていうか、そういう風になるようなモチベーションでやってるんですけど、一番多分最近やばかったなっていうのが10時間飲酒。熊本からこう知り合いの方が来て、それこそ博多の駅前でお昼だけ食べようって、でお昼お肉食べながら、まあワインを引っ掛けるくらいにしてたら、どんどん話が盛り上がっちゃって、もう一軒だけ行きますかみたいな、昼飲みできるところ、駅の中にあるから昼飲みできるところやりますかって、そのお店行ったら居酒屋さんが2時間制だったんですね。コロナの影響で2時間制だったから、じゃあ毎日間だけでいいですかって聞いたら、あれ、あっという間に2時間経ちましたね。まだ話ちょっと途中ですね。あの、駅の中だから、ちょい飲み横丁みたいなの、まあ、その間の方は、男性の方なんですね。お医者さんなんで、リハビリのお医者さんだから、お医者さんとお酒ずっと飲んでる。あ、そう、なのでこうちょっとその治療のことであったり、パラスポーツのサポートとかしてたりするから、なんかいろんな思考がすごく進む道が結構、そうですよね、そうですよねっていうのが膨らんでって、こうしたいですよ、あ、したいですよねっていうのが初めましてだったんです、その時あるのが、あ、ちょっと一回だけご挨拶しただけで、今度水量の話しましょうねっていうので、ちゃんとあったのが初めましてだったので、話したかったことが多分溜まってたんですよね。で、隣に行ってまた飲んでたら、あれ、なんかあっという間に暗いですねみたいな、12時半も1時くらいから飲んで、本当にもうその時で6時、7時くらいにもなってて、でまたもう一軒行って、その方は次に仕事だから帰らなきゃいけないので、終電新幹線最後の時間が確か10時くらいだったんですよ。なので10時間ずっと喋ってずっと酒飲んですごい。で、まあ、結局がその10時間飲酒になって、車椅子になってからもうそんなにお酒飲まないようにしてたのでなかったし、かといって怪我する前だってで、若い時はあったかもしれないけど、もうそんなに、でお酒めっちゃ強いんですね。10時間も飲めるってすごくないですか。でも後半はもう、わけわかんなく多分なって、でもちゃんと帰りましたよ、ちゃんと一人で帰ったので、帰れるくらいの意識はあったけど、でもこう家に帰って、ベッドに乗り移ろうと思っても、もう力がもうヘロヘロすぎて、そりゃそうだ、乗り移れなくて、そりゃそうで、ああってこう車椅子からゆっくり地面に落下して、ああ、どうしようかな、布団に寝ない、こう布団に寝ないとこうやっぱ体のためを思ったら良くないんですよ。もう無理だったんです、もう力が入らなくて。それは車椅子じゃなくて、もう立てないんですよ。ベッドに行けないんですよ。もう無理で、布団の上からこう毛布何枚かちゃんと取って敷いて、車寝ながら
もうそのまま寝ました、ね、もう朝すごかった。なんか足にすごい傷だらけ、足が傷だらけ、血だらけになってた。でも別に次の日めちゃくちゃ二日酔いってわけではなくて、まあ、ちょっとやる気ないな、だるいなくらいで、別になんかそのおえおえするとか、うん、そういうのも全然なくて。いいお酒なんですね、だから福岡のお酒って。そこはもう全然待ってるわけじゃなくて、具合悪くなるんですよ絶対。私はもう1個のものをずっと飲み続けるので、はいはいはい、あ、そっか、だからなのか、うん、私お酒一滴も飲めなかった。え、意外。え、ちょっとなんか失礼なこと言って怖かった。いいですよ、失礼受け入れます。いや、なんか酒焼けなのか。私に酒を与えなかったんですよ。多分これでお酒を与えちゃうと、もうこれずっとシラフでこのまんまイエーイみたいな感じなんで、このままお酒入れちゃったらあいつは危ないなって思って、多分お酒が飲めない体にしてくれたんですよ。すごい10時間良くないなって思いましたけど、いいんです。ね、いいんです。毎日それやってるわけじゃないし。まあまあまあ、そうですね。うん、じゃあちょっと質問書いていいですか。好きな男性のタイプ。好きな男性の顔、顔、顔、顔。あ、じゃあ、俳優さんで聞かれたら答えるのが、神様はガクト様ね。顔というか、なんか顔というか存在というか、尊敬をすべて含めてガクト様。多分神ですもんね。あ、そうそう、なんかそのすごいなっていうのがガクト様で、で顔だけで言ったら、玉木宏さんが、のだめカンタールっていうドラマの方からめっちゃ好きで、今だと多分若い人からしてみたら、年齢的にはおじさんになっちゃうじゃないですか。私の年代からしたらもう全盛期の人だから、うん、まだまだかっこいいって思うし、確かに水嶋宏さんとか、あ、ちょっとあれじゃないですか。私今年40なんですけど、私ぐらいのなんか好きなタレントさんじゃないですか。あ、そうなんですか。うん、あ、でもそうか、したら多分その海猿の時の伊藤英明。そう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 。え、学生時代というか中学校とか、中学校か、小中高とか、私本当にテレビっ子なので、うん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 、それでその時にめっちゃ活躍してた俳優さんたちが好きだから、どっちかっていうと、うん、今好きなって言ったらわかんないですけど、山崎賢人さんとかはちょっと違うんですよ。菅田将暉さんとかもちょっと違って、私は小栗旬さんとか、やっぱそっちに。なるほどね。じゃあちょっと私世代って聞いていいですか。はい、反町隆史さんと竹野内豊さん。竹野内豊さん。ああ、そういうのが多分よくて、巷で出会うとダメ男が多いんですよ。お好きになるんですか。かそれともついてくるんですか。喧嘩そうなってる人が多いです。それはダメ男にしてるんじゃなかったですか。あ、でもそれもあるかもしれない。なんて思う。なんかいろいろやっちゃ、やってあげちゃいそう。そうね。で、なんかお母さんっていうのもあれだけど、うん、なんか考え方が男性なので、サプライズとかめっちゃしたいなくなるし、例えばどっか行くとか何するにしても、うん、じゃあ私が全部こういうのを調べて手配してっていうのをやるよっていうタイプなので、うんうん、だからあっちがダメ追いになっちゃう。結構つくすタイプだなって、ね、男の人のその中身はどういう感じの人が好きなんですか。まず会話が面白くなっちゃうより、はいはい、で常に自分の成長を求めてる人がいいんですよ。例えば仕事をしてて、毎日仕事の愚痴を家で言う、やめたいとか切れる安いとか、じゃあやめろよって思っちゃうんですよ。そうじゃなくて、こういう仕事、今日こういうことやってこういうことがあったんだよみたいな、もうちゃんと仕事に対してのモチベーションが高くて、給料いいとか悪いとかじゃないで、ちゃんとその向き合ってる人がいい、なんかいやいやこういろんなことやってる人とはちょっと私は無理。へえ。いないんですって世の中に。
その自己成長を求めてる人って、時代なのかな。あとそういう自己成長を求めてる人たちは、もう結婚してる人が多かったですよ。だから長男しないのこの年齢って本当に年齢下でこれから行くぜみたいな人か、もうある程度来てるぜっていう人たちで、これある程度来てるぜはもう大体結婚してるんですよ。これから行くぜは別にまだ結婚してなくて、でその上もう行ったぜ、45くらいで離婚して女と遊ぶぜがそう、なんかどっちももう行けなくなっちゃってて、どうしたらいいんだろうっていうのすごい悩みなんです。ただ渋谷さん今30、30、今年31位なんですけど、もう一番モテ期でしょ。いやいやもう出会い、年齢で言うと、あでも出会いもないし、積極的な方ですか渋谷さんって男性に。あでも多分積極的なんですよ。だからそれが重たいとか、いやなんかちょっと海外っぽいテンションになろうって思ってて、本当になんか好きとかなんちゃらとか前は言えないというか恥ずかしいみたいな感じだったんだけど、もう今はどんどん好き好きとかって言うし、嫌なこともちゃんと言う、ためないで、その前から思ってたんだけどみたいな、やっぱ女性陣あるじゃないですか。いや前から思ってたから絶対嫌だそれ、今言えそう言うそう男性陣でもこうためる人は嫌だし、なんていうの、喧嘩に、なんか前のひさちゃんも本当に喧嘩が多かったんですよ、なんか私がふっかけてるじゃなくてあっちがふっかけてくる喧嘩だったんですけど、なんかもう酒癖も悪かったっていうのもあるんですけどね、相手が。あそう、だからこういうことが嫌なんですとか、こういう風なのを直してくださいとかっていうと、なんかどんどんこうヒートアップしたちが喧嘩腰になってくるっていうのが嫌で、ちゃんと話し合いができる、お互いが嫌なことを言えて、あじゃあここはこういう風に改善した方がいいけど、ここはちょっとどうしても譲れませんよとか、そういうのができる人じゃないと嫌だですよ。へーよもし千葉さんのチャンネルでも話してたんですけど、結婚するとしたら鶴岡ですか。いやもう場所は全然どこでもいいです。まあ今もうその福岡と鶴岡は2拠点でやってるので、私は多分結婚してもこういう生活が続くし続けたいと思うから、別に拠点はどこでもよくて、これここどうぞみたいな感じの人が理想かなと正直思います。なんか本を読んでてすごい渋谷さんって顔が広いなっていうか、その、まあ、鶴岡にずっと住まわれてて、関東でもお知り合いがいるし、あでもそれがみんな自分のとこからで、はい、自分のとこから出た人じゃないけど地元から出た。そうすごいですね、鶴岡すごくないですか。そんなことないよみんな出るじゃないですか、大学行くとか。そっか、すごい。でも田舎の人ほどら東京に憧れてとか都会に憧れてだから、なんか私は行かなかったんだけど、そのインターン、なんか以外の子たちが行ったから、なんか私自身だからずっと地元にいることのこだわりはあって、だし、まあ、地元も好きだから全然その出るというか、いない方がいいなんては全く思わないんだけど、でもこういろんな地域に行っていろんな人と関わるっていうのは大切なことなんだなって思います。いろんななんか世界広がりますよね。めっちゃ広がってきました。先生タメ口でいいですけど性格で言うと多分私は関西人の人がめっちゃ会えそう。そう、ザ東京出身の人からは、関西の人みたいだねって人の心に土足で踏み込んでくるような感じは関西人と一緒だねって言われて、その人に問題ありますその人が絶対地な人だったらごめんなさい。いや悪い意味じゃないけどなんかこう関東の人は結構気使いながら喋るんだけど、関西の人はこう思ったことをこうどん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 言うから、それが 山形県民っていうかその東北人結構内気というか人見知りとかそういうの言われてる中で、そういうテンションなのはすごい関西人みたいなね。でも実際関西の人と喋るとはっちゃうなと思います。それこそ話こう盛り上げるとやっぱ私上手だし、関西人って、まあ、私が出会ってくるのかわかんないですけど、やっぱ昔からの、その商売気があるのか、
一人一人のそういう自営になりたいとか、こう自立したいとかっていう思いが強い人が多いなってなんとなく思うんですよ。なので関西の人がいいです。行きましょう。じゃあ一緒に行きますよ。関西行きましょうよ。あめっちゃ関西の人、渋谷さんに2021年からの1年が仲良くなったりとか知り合った人たちがみんな結婚してって、私の結婚運を全部持ってかれてるんじゃない？そんなない一人持ってかれることはない私はキューピッドなのかなっていうくらい、なんかすごいみんな結婚してて、次は本当に返し欲しいですね。嬉しいっていいですよね。え、でも別にキュンキュンしたいとかないんですよ。もうニャンニャンみたいなのも、いやニャンニャンとキュンキュンは違いますよ。でも30歳に今なってふと、うんうんうん、男性と何をデートと言うんだろう、うんうんうん、デートするって何すんのって思ったんですよ。じゃあ今はそんなこう高校生みたいなことをしたいとは思わなくて、うんうん、だって買い物、うん、まず買い物行こう、うんうんうん、いや一人で見たいとか、うんうん、基本服ネットで買ってるから別に買うものないっていう感じなんですよ、うんうんうん、映画館一人で見たい、なんか今コロナの時に必然的に両脇が開くのがめちゃくちゃ嬉しいとか、なんかあのそう思うと、なんかじゃあ彼氏何するのって言ったら飯食うしかないなって思うんですけど、だからそのご飯食べるだけがデートでいいならそれでいいですし、それかそのままじゃ結婚っていう、でももうなるじゃないですか、今結婚したいし、だからもうなんかすごい好きなのっていう結婚じゃなくて、この人だったらまあ一緒にいれるかなっていうテンションでいいんですよ。毎日連絡しなくていいし、なんか LINE おはようおやすみだみたいな感じだしなるほどね。私の周りの友達とかも好き好きみたいな恋愛の後に別れて何回も告白されてるけどずっと断ってた人と付き合ったら結婚したっていうパターンがすっごい多くって、なんだろうな、女の人って愛された方がいいと思うし、なんかちょっとこの人だったらなんか別にここまでいいかなみたいな、なんか好きすぎると見せたくない部分もたくさんあるし、自分を作っちゃう部分もあるけど、そういう人に対してはなんか自然と向き合うことができて、でそう考えたらあれ、なんかこの人といると楽だな、なんか気を張らなくて楽だなみたいな感じで結構結婚してると思うんですよ。で好きな人も好きな人が欲しいからどこかに行く、私はさっき関西行きましょうって言っちゃったけどでもそうじゃなくって、やっぱり好きな人がいるから、その人を彼氏として知るとか、この人といると楽だから結婚したいなって、やっぱその人がいるからこそ考えてなんかつながるじゃないですか、だから今多分渋谷さんは結婚っていうよりもビジネス脳になってるから、だから今そのビジネス脳に入ってる時に結婚とかそういうのはいらないってなってるんじゃないのかなって。だからあの見つからないできないじゃなくって、今は多分いらないんじゃないの。やだやだ、欲しい。かわいい結婚するっていうのは心の拠り所が欲しい、子供が欲しい、まあ、子供が、まあ、一番まず欲しいんですよね。やっぱこうね、なんか何歳まで産んでおきたいとか、なんかそういうのもあるし、自分子育てやっぱ大変、絶対大変になるんで、そういった部分でも、自分の体自身も大変になる前に、子育てをちゃんとやりたいなっていうのがあるので、そこは欲しい。なんかどん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 こう母性が、父が出ちゃう、父が出ちゃう、父が出ちゃう。お兄ちゃんの子供たちとか、なんかあこんなになんかなーってもならないですよ、子供に対してもどもどもっていく、なんか対等なタイプなんですけど、なんかあ愛おしいってこういうことを言うんだなっていうのがすごい湧いてきて、あ自分の子供欲しいなって、今年はまずは彼氏を作るのが問題です、はい、彼氏ができたら連絡ください。そうなんで SNS には多分公表しない聞きたい聞きたい、結婚になるまでは多分会社は公表しない、しないんだ、言うと思ってた、なんか YouTube 見てたよ、まあ、そういう質問が来て、彼氏いますか、したら嘘とはつかないと思うんですけど、わざわざはい今日はご報告ください。
私はもうドタイプです、渋谷さんの顔。はい、大好きな。なんか系統一緒に、そうそう似てる、あの可愛い系には絶対なれない、はい、そうですよね絶対なれないって言ったらなんかあれですけど、こう、はい、なれないですよね、うんうんうん、男っぽい、そうなんです、今時の男子はこうね、可愛い、そんな男行かなくていいんです、子猫みたいな、そんないい、こっちから願いされたということで、またお会いできたら福岡に遊びに行きたい、鶴岡にも遊びに行きたいので、機会があったら遊びに行ってください、はい、ということで最後、はい、英語で終わり、はい、英語です、はい、わかりましたということで、渋谷さんの詳細は概要欄に書いておきますので、皆さん